ひばりが丘駅は東京都西東京市住吉町三丁目にある西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は SI13 ホーム島式ホーム2面4線を有する地上駅。内側2線が本線、外側が対比線であり、1.2番ホームが下り、3.4番ホームが上りとなっている。橋上駅舎を有している。駅舎はバリアフリー化が遅れていたが、 2005年に改良工事が完成し、ホーム岩屋の一部にアーチ状屋根が採用された。ホームと改札街、改札街と南口側地上との間をそれぞれ連絡するエレベーターとエスカレーターがある。トイレは2階改札内にあり、多機能トイレも併設している。一方で、北口側は入り口の両端に店舗があり。 バリアフリー施設を設置するスペースが長らく存在しないこともあり旧体依然であったが、西東京市が推進する駅のバリアフリー化事業により2018年4月に新しい北口の階段、エスカレーター、エレベーターが新設された。これにより西東京市内の前後駅のバリアフリー化が完成した。2019年度の1日平均の乗降人員は74,392人であり、 西武鉄道全九十二駅中十二位。近年の一日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通り。ひばりが丘パルコ、ひばりが丘も参照出店店舗の詳細は西武プロパティーズ公式サイト、ひばりが丘駅の店舗情報を参照。南口駅前広場二千五年に改良された南口駅舎南口には広い駅前広場があり、そこから武蔵境。 三鷹方面へのバス路線が発着する。広場を囲むように、声優とバルコが立つ。駅から田梨駅方面に伸びる宿、新道沿いは商店街となり、駅前再開発により建設された高層マンションが立ち並ぶが一歩入るとすぐに住宅街となる。特に西側の東久留米市側は、学園町と呼ばれ、自由学園を中心に5番の目のように道路が走る。 南口にかつてあった都営また六住宅跡地は地区計画による再開発が行われタワーマンションが建設されている南口ではひばりが丘団地の建て替えと民間の大規模マンションや小建て住宅の建設が続いており今後1万人程度の利用者の増加が見込まれている西東京市の駅前広場バリアフリー事業に伴い2018年3月までに 南口ロータリーが改良された。バスやタクシーの乗降場や待機スペースの整備、福祉車両優先スペースの整備などが行われた。共用開始直前の北口駅前ロータリー整備中の北口駅前広場と都市計画道路地理的には西東京、東久留米、新座の3市の市境に近く、それぞれから利用者が集まる。北口は南口と対照的にアイロが入り組み、 商店街を中心に発達した。2010年8月には東京都都市整備局から町並み再生地区に指定された。北口駅前ロータリーが共用開始するまで北口バスターミナルは駅北側の埼玉県新座市内にあった。2019年に北口駅前広場が完成し、同年3月16日からバス乗り場が移設された。新座市コミュニティバス。 新井バスを除き、一般路線バス、西東京市、コミュニティバス、花バスのいずれも、西武バスにより運行。当駅と田無駅間のバス利用の便利を図るため、西武バスにより、ひばり、田無フリー定期券が発売されている。南口、編集北口、編集2019年3月16日14時から、北口駅前ロータリーが供用され、駅前からバスが発着するようになった。 北口ロータリー完成前まで使われていた、旧、北口バスターミナル旧、北口バスターミナルに停車する、西武バスそれまでは、ひばりが丘駅北口停留所は、北口より、徒歩5分の新座市栗原5丁目12の旧に、西武バス専用折り返し場を設けて、乗降を扱っていた。北口駅前ロータリー共用開始に伴い、西武バスのダイヤ改正が行われ、旧折り返し場の北側に、 栗原五丁目停留所が新設された。折り返し場構内には、かつては、西武バス案内所が設置されていた。また折り返し場と一体化した形で、デイリー山崎ひばりが丘北口店が出店しており、店舗からバス停留所へ、屋根が伸びて、雨に濡れずバスを待つことができた。北口駅前ロータリー共用開始後、 デイリー山崎は2019年3月31日13時をもって休転している。なお、東京とシルバーパスは、北口発着路線では、利用対象外となっており、北口駅前ロータリー共用後も扱いは変わらない。北口、編集級、西武バス専用折り返し場の北側にあり、新バス専用の停留所ポールが設置されている。両方向とも同一の停留所を使用する。 北口駅前ロータリー共用開始後も、2バスの停留所位置に変化はない。西武バスに新設された、栗原5丁目バス停に近い。なお、西武バス、花バスにも、ひばりが丘駅入口という同名のバス停留所があるが、駅南口の宿、新道沿いで場所が全く異なる。西武鉄道池袋線快速急行、急行石神公園駅ひばりが丘駅。 ところ座駅通勤急行通過、快速尺時公園駅ひばりが丘駅、東久留米駅通勤準急、準急、各駅停車法屋駅ひばりが丘駅、東久留米駅東京都統計年間。ありがとうございます。